あの日から全部始まったんだ。お前は今日から管理人や。よろしく。彼女の名前はジョンだっけ？ジョゼや。ジョゼ、この家で働くってことですか？クミコの注文を聞くことや。しっかり働きや。四つ葉のクローバー集めてこい。彼女はわがままで、見たらしばく。強がりで、よそ者は出ていけ。気分屋で、あいつ泣かす。でも連れて行け、あたいを海まで連れて行け。あいつ一人ぼっちなんだよ。ええなあ、お前は好きな場所に行けて。外は恐ろしい猛獣ばかり。願いが叶うなんて迷信やったんやな。願い？自分で確かめたいんだろ。管理人のくせに生意気や。22歳の夏は一度しかやってこへんぞ。夢のためにずっと頑張ってきたんです。夢は夢、現実は現実や。あたいはもう何にも手を伸ばしたくない。好きなら諦めんなよ。なんであんたにそんなこと言われなあかんの。時給もう払われへんねん。管理人、最後の仕事や。ただ願って願って、あたいには届かん。ずっと届かんかった。生まれつき。なんでそんな悲しそうな顔してんだよ。お前に何がわかんねん。最初で最後のチャンスかもしれないんや。スネ夫さんを自由にしてください。どうか助けてください。ジョゼのためじゃない、俺が管理人でいたいんだよ。不器用やな。何があっても叶えたかった夢も、諦めたりせん。憧れも全部、君への思いも全部、痛みも涙も全部。あたい幸せや。ありがとう。ジョゼと虎と魚たち。ただ願って。